はい、大丈夫です。どうぞ。まず腰のキレ5、6、引いた時と同じスピードで戻さない。 You have to rotate. 5、6、7、5、8。武器がそのしっかり閉じる。閉じる。開かない。閉じる。組み手方、これがバラバラな立ち方とか技にならない、基本でしっかりできる、で稽古したやつを組み手で型で応用できるように。井村先生に、はい、お願いします。朝をしっかり一つずつ終わらせる、丁寧ですか、これをしっかりお願いします。これから両手からいきましょうね。この時に早く動こうと思ったら、こっちの足にみんな頼ってる傾向が見られます。これは軸足をねじる、軸足をねじる、ねじれば自然に後ろ足を、腰が回るんで自然に後ろ足は一緒に漏れないついてくる。これを押さえる、ギアを変えます。そうすると両足にしっかり力が入る。 This point is very important for next lesson. これから終わりますね。で、正常形、正常形で下段、ここはいいですね。中段、上段で、ここです。上段交差掛けしたときに、これから縦回し裏け、これ動かない。半身、逆半身、正面。はい、1、2、3、4、5、6、5、6、7。やっぱりちょっとその終わった後の斬新を少し作ることによって、自分と向き合う時間が必ず生まれると思うんですよ。それをしっかり大切にしていただきたいと思います。非常に心も落ち着いてくるし、いいのかな、自分でもやっててそういうふうになってました。ちょっと、簡単なアドバイスとして聞いてください。攻撃して、こちら側攻撃して、受けてから攻撃して、逆に相手に受けられたとか、間合いを外されたとか、いろんな状況が組手の中ではあるわけです。そこを想定していつでも自分が寄り足で体を移動したりとか、ショートで突くとか、いろんなことをできなければならないです。1、5、3ですね。はい、2、これは
同じです。3、4、短くていいですから相手がまあ前を切ったと想定してそれを逃がさないように捉えるために、はい、3、4と入ります。そうそうそう、3、4、次も投げてみます。5、6、7、9、追いつきは遠く入ってください。 And chase the opponent so stepping further, stepping longer. No! はい、これからさっと投げてますよ。はい、1、6、7、はい、次は遠く、8、基本は組手方にも、ね、しっかり使えなきゃいけない。特に主席もよくおっしゃってるのは姿勢が崩れちゃダメだよってよくおっしゃってますね。だからこれで応用になって、ね、例えばここでもポンポンと入る、ポンポンタンタンと入るんですね。こうやった時にやっぱ形が崩れる、ね、それとやっぱり反動をつけようとする無意識に。無意識に反動をつけようとする。ちょっと崩、ここは自分が崩れるんだなとか、そういう発見ってすごく大事だと思うんですよ、ね、そこでまたしっかり固定の基本で、どこの使い方はどこが抜けるのかなってことをしっかり基本で意識して、そこに立ち返って戻ってやればいいと思うんですよ。それが行ったり来たりの大事なところかなと思います。